こんにちは、エンジンかずみです。この VR チャットの世界にも夏が到来したということで、今回は夏や海がテーマになっているおすすめワールドを紹介していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。まず紹介するのが火投げし坂です。こちらのワールドは田舎の島をテーマにした夏のワールドになります。建物の中も少し古い日本の民家が再現されていて、かまどやちゃぶ台、いろりなんかもあって、昔ながらの雰囲気を味わうことができます。海辺には線路と駅があって、隣がポピー横丁になっているのはクロスオーバー作品みたいでいいですね。続いては、渚の町です。静かな海辺の町のワールドになります。町の建物が木造やトタン張りの家が多く、昭和を感じるような町並みになっています。こちらの大きなお屋敷の中には、なんと蓄音機などもあり、結構古い時代設定なのかな、と思ったら後ろに最新型のテレビがありました。渚の街は場所によって聞こえてくる音が違って、高い没入感を味わえるワールドでもあります。ぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。続いてはシャーロッツサンフラワーアイランドになります。前の2つが日本の夏を再現したワールドに対して、こちらは洋風の街並みがベースのワールドになります。ヨーロッパを彷彿させるような建物が多く、道にはアイスやドーナツを売ってるキッチンカーが立ち並んでいます。いろいろ持てるオブジェクトも何かと多く、写真映えがするワールドなので、ぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。以上、夏の街並みをテーマにしたワールド3つを紹介しました。続いては海やプールをテーマにしたワールドを紹介していこうと思います。まず1つ目はディープブルーです。こちらは綺麗な海のワールドになるのですが、海の中に潜っていろいろな魚や海洋生物を見ることができます。ディープブルーというだけあり、結構深い位置まで潜ることができて、探索のしがいがあるワールドです。場所ごとに違った生き物や魚が見れる点も見ていて非常に楽しいです。また同じ作者の方が作ったアクアリウスというワールドも、水族館とホテルが融合したような過ごしやすいワールドとなっています。続いて紹介するのは住処町学校プール開放日です。こちらは学校のプールを再現したワールドになります。プールに入る前の冷たい地獄のシャワーだったり、よくレクリエーションで使われる謎の石だったり、様々なところで解像度の高さを感じるワールドです。プールの水に当たるとちゃんと水しぶきが飛ぶので、これだけでも楽しい気分になれるのでおすすめです。次に紹介するのはアクアヘブンです。こちら先ほどとは打って変わってテーマパーク型のプールになります。なんといってもここの目玉は大きなウォータースライダー。非常に高い位置から一気に滑る様子はまるで現実さながらです。また流れるプールやフォトスポットなどもあり、持てるオブジェクトも多いので写真撮影にも向いているワールドです。以上、海とプールのワールド3つを紹介しました。続いてはギミックの多い遊べる夏のワールド3つを紹介します。1つ目はトレジャーハントアイランドです。こちらは地図を読んで宝探しをするワールドになります。宝を見つけるのに必要なヒントが各地に散らばっていて、それを見つけて場所を絞り込んでいきます。ヒントを十分集めたらお宝を探しに行きましょう。一人でやるのは少し大変なワールドかもしれないので、友達を誘って遊んでみるとちょうどよく楽しめると思います。二つ目は夏空の休息地になります。花火が綺麗な夏の夜のワールドです。浜辺に海の家や屋台などもあり、いろいろな夏の食べ物があります。また手持ちの花火や水鉄砲のようなギミック付きのアイテムがたくさんあるので、来た人を退屈させない作りになっています。小型のボートなんかもあって、乗ってみると結構面白いです。興味がある方はぜひ行ってみてください。最後に紹介するワールドはドローファイアーワークスです。こちらも花火を見ることができるワールドなのですが、少しユニークなのは花火をかけるという点です。自分の描いた絵を花火として打ち上げることができます。ぜひいろんな絵を描いて花火として打ち上げてみましょう。ということで、以上、今回は夏をテーマにしたワールドを紹介してみました。また以前紹介したチル系ワールドの弥生サマーナイツや、ストーリー系ワールドのプロジェクトサマーフレアなども定番の夏ワールドとなっているので、興味がある方はぜひ行ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。